もスキンヘッドカメラのババ塾スキンヘッドカメラ岡本です。よろしくお願いします。はい、こちらはですね、万栄競馬のメインレースを吉本芸人のスキンヘッドカメラが予想しようということになってます。107日目になりました。お願いします。さあ、やっております万栄競馬のジョッキーを全部加工シリーズ。今日はですね、鈴木圭介ジョッキーでございますね。鈴木圭介ジョッキーは僕が、万栄競馬を知った時に一番最初に好きになったジョッキーなので、結構気合を入れて書かせてもらいました。では行きます。鈴木圭介ジョッキー。こちらがいかがでしょうか。ちょっとね、顔が丸くなりすぎてしまったかもしれませんけど、結構いい感じでなんではないかと思いますけど、いかがでしょうか皆様。そして鈴木ジョッキー、いかがでしょう。今キングカメハメハ、母が反応ないだろうな。東横町のレイクビラファームの生産、はい、ということでですね、予想の方に行きたいと思います。今日予想するレースは2月8日月曜日アメジスト特別でございますね。予想はこちらでございます。じゃじゃん。本命は5番の大和太鼓にしました。こちらはね、前走こそ敗れましたけども、レースぶり充実度見えますので本命にさせてもらいました。そして相手が1番北斗神馬、2番桜ドリーマー、4番バウンティーハンター、9番ヤマトジャパン。注目はね、桜ドリーマーですね。前走結構負かした馬も多く出てるんですけど、その馬よりまた筋量が軽く出れますので、こちらは注目なんじゃないかと思います。そして北斗神馬ね、鈴木ジョッキーやっぱりね、安定してきてくれますので、こちらも入れさせてもらいました。5から1、2、4、9、各200円の計800円でいきたいと思います。いけー。